どうも、リノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日の撮影日の日付なんですが、今日もですね4月24日の日曜日でございます。暑いですね。まあ僕長袖なんですけど、全然今日なんかもね半袖で良かったって感じです。なんかね本当にまあ冬が終わって春が来てるんだけど、春なんだけど春通り越してもう夏みたいな感じなんで、なんか本当にね、なんかこう着るものがねちょっと難しいです本当に。まあまあそんな毎日なんですけど、まあそれでね急に寒くなったりするんですよね。だからめんどくさいんですよね。まあ皆さんもね、まあ風邪などひかないように気をつけてください。はい、ということで今日の動画なんですけれども、購入品の紹介でーす。はい、スニーカー以外のですね最近買ったものをこの動画で紹介していきたいなと思います。はい、まあまあまあいつもなんですけども、簡単に着画とかはちょっとねやるつもりはないので、買ったものをね見せていきたいと思います。はい、まずねこちらでございます。はい、パンツ、こうやってね見せてもね、まあ何のこっちゃわかんないと思うんですがね、ロスコの、BDU パンツを購入いたしました。はい、ロスコのまあ看護パンツですよね。看護パンツ、軍パンとも言いますね。軍パン、はい、BDU パンツ。はい、色はね黒を購入しました。ほら前にもね BDU パンツ買って紹介したんですけれども、それはねグリーンと、まあグリーンっていうかオリーブか、オリーブとネイビーか、それを紹介したんですけど、その時にね黒の看護パンツはクックマンのやつがあるから、サイトにポッケついてるやつあるから、まあ黒はいらないかなーって言ってたんですけど、結局ロスコの買っちゃいました。っていうかね、だって安かったんですよこれ。安かったからね、まあやっぱり欲しいじゃないですか結局、だから買っちゃいました。これね中、もちろん中古ですよ、中古。中古でね2000円だったんですよ。それだったら買うでしょ。でねサイズがね、僕前のそのネイビーとオリーブは L を買ったんですけども、まあ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 大きすぎず小さすぎずっていう感じで、まあまあもうちょっと大きいサイズでも良かったなーって思ってたんですよ。今度買うときは XL だなーなんてね思っててね。でね、今回はね、XXL を買いました。まあ XXL を買ったというより XXL だったんですけどね。まあまあどんなもんかなーと思って買ったんですけども、まあこれはね、全然これで、いい感じに履けるんでね、もう結構前に買ってたんで、もう実はね、ガンガン履いてて、今日もこれを履いてお出かけしてたので、だいぶ、もうヘビロテで実は使ってるんですけどね、裾の方もね、こうやってドローコード入ってますのでね、ちょうどいい感じにね、裾を縛ってね、いい感じで、大きいサイズでも履いております。でもね、ちょっとね、やっぱりね、分かってたんですけど、分かってて買ったんですけど、ちょっとちっちゃい穴が開いてたんですよね。まあまあまあ、全然気にならない程度なんですけど、まあ、それはよしとします。はい。今日、1本目、1つ目、まず、ロスコの、ブラックの BDU パンツ、こちらを購入しました。はい。で、2点目なんですけども、こちらです。はい。バン、バン、また、グレーのセットパーカーです。ロサンゼルスアパレルの14オースヘビーウェイトパーカーを買いました。やっぱりね行っちゃいましたよ。僕はほら前動画で紹介したんですけども、これの下セットパンツ14オースの、色もねこのアッシュグレーのやつを持ってるんで、やっぱりねセットアップで着たいじゃないですか。それにねそのパンツの方がアッシュなんで、僕の持ってる、トップスっていうかスウェット類は、アッシュってそんなにないんすよ。で、普通の、なんて言えばいいんだろうね、濃いめのグレーっていうかね、それが多いんで、ちょっとやっぱり色が合わなくてね、だから、グレーなんだけど、やっぱり合わないじゃないですか。だから、これはね、ちょっと欲しいなと思ってね、ついに買ってしまいました。で、ちょっとタグ見せますね。14オース、ロスアッパのおなじみのタグで、今回はね誰さんでしょう。おう
今回はね、こちらですね。もうタフな男性ですよ。オスカーさんです。オスカーさん。オスカーさんに作ってもらいました。作ってもらいましたっていう、なんか変化。買いましたよ、これはね。念願だったんで。で、サイズはね、ブラックの時も、そうだったんですけど、2XL です。2XL。うん、2XL 買いました。いやーもうこれはね、文句のつけようがないですね、本当に。うん。着丈は、若干というかね、僕にしては短めなんですよね。うん。で、身幅がしっかりあって、すごくね、やっぱり着やすいです。うん。でもね、さっきも言ったんですけど、暑くなってきてるんでね、もう本当に今日は、まあ、さっきも言ったんですけど、半袖でもいいぐらいの気候だったんで、うん。まあ、ちょっと、駆け足で着てるっていう感じです、これに関しては。うん。まあまあまあ。まあ、まあ、シンプルなアイテムなんでね、まあ、今年の秋もね、まあもちろん来年もずっと着れるアイテムだと思うんでね、本当に、これからしっかり楽しみたいと思います。はい。ということで、今日はですね、ロスコの、ブラックの BDU パンツと、こちらですね、ロスアッパのアッシュグレーのヘビーウェイトパッカー、これを買ったので紹介させていただきました。今日の動画がですね、ちょっとでも面白かったという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。